おはようございます。和がんの影山です。今日もよろしくお願いします。ということでヒマラヤラジオやっていきたいと思います。えー、っとね、僕は1週間に1回ね、休みの日に、TSUTAYA にねこう、映画とか漫画とかね、そういうのをこう借りに行っているというところなんですけどもですね、えー、漫画もねこう、借りるようになって。 たたきっっかけっていううのはまたこうお客さんなんんですねお客さんにこう何々読んでおもろかったとかいうのをお聞きしたらですねみんな借りてみようということでこう借りていく形をとってるんですけどもあのー、それで先日ちょっと前になりますけど借りたやつがえー、書いた漫画がですね「傍郷太郎」というね、えー、漫画なんですけど傍郷いうのはあの望む えー、望遠鏡の棒ですね。で、今日ょがあのふるさとの今日ですね、えー、そうですね。えー、で、望鏡太郎ということで、そういう,こう漫画があるんですまだ3巻までしか出てなくてですね、えー、4巻目出るのがちょっと待ち遠しいんですけども、えー、かなり僕が、僕の中で面白い漫画やなというふうにこう思っております。 えー、それ「冒険太郎」っていうのはですねえー、そのなんかこう社長さんなんですねその主人公が社長さんでほいでえーまあ、冷凍冷凍保存というか自分自身をですねこうで何百年か先の、えー、世界にこう行く状態になるんですけども500年先やったからしっかりちょっと今覚えてないんですけどもで えー、そうやって自分をこう保存した状態でバッとこうその主人公のねその男が起きたらですね、えー、その500年後か,なんか何百年後かちょっと忘れましたけどその世界になっていてですねで隣にこう息子と奥さんもこう保存されてたんですけども2人とももう亡くなってるんですねもう死んでしまってる状態になっててで本人1人だけがこう起きて。 えー、それでこういろいろこう見ていくとですね周りを、ね、見ていくと、えー、誰も人がいないという状態になっているというところなんですね。で誰もい,らいない状態でですねあれと思って、うん、いろいろ外を見ていくとほんまにこう誰もいない状態でそれでこう、まあ、食べ物何もこうない状態でこう。 まあ外へ出ていかないとどうしようもないんでこう出ていってると、えーまあ、簡単に言うとその原始時代みたいな状態にこう戻るというか、えー、そうです狩りをしてほんで食事をするみたいな世界にこうなっていってるというところですね、うん、そういう,こうスタートですね。ほんでこう、えー、歩いていくとです、ねえー、ある人間にこう出会うんですね、えー、2人。 ぐらいだったかな、えー、の人間とこう出会,出会ってほいで仲間にな,なるとでそっからこういろいろとこう、えー、始まっていくこうストーリーが始まっていくっていう漫画なんですけどもなかなかこう面白いというか、うん、これはなかなか、うん、よくできている漫画だなと思ってこうようほんでねようこんなストーリー考えられるなっても思いましたね。 すごいなと思ってそのストーリーの考えることとか、うん、もちろんね漫画家さんなんで絵は得意なんでしょうけどねその絵は絵でいいんですけどもそのストーリーがね、うん、なんかほんまにそういう例えばそういう500年後そうやってこう、えーまあ、人類が滅びるじゃないですか滅びるところに近い状態になった時にこう生き残った人らはそういう生活を もしかしたらしてるんじゃないかなみたいなことを思わすようなねこう内容なんですけどもほんこ,これからがこうどうなっていくか3巻まではばっとこう読んで4巻目が出たら早速また借りようとは思ってますけども、うん、なかなかの。 面白いですね、うん、でそのお客さんが教えてくれてあれやったんですけどなかなか、うん、面白いんでなんかテレビにも何か紹介されたんかなテレビで何か紹介されたんかなんか詳しく僕分かんないですけどもそういう感じなんかなというふうに思いますでその時映画も一つ借りてですねそれが「団地」という映画を借りたんですねでこれはもう坂本淳二監督の作品で えー、藤山直美さんが主人公ですね。岸辺一徳が奥さんかな。え,ー、え岸辺一徳やったかなうん、なんか奥さんやったと思うんですけども。でこうまあ、えー、ストーリーが展開していくこう映画でね。うん、で坂本淳二監督の久々にこう見たなというところでした。でうん。 まあ,まあストーリーはねこう見てもらったらあれなんですけども、うんまあ、坂本淳二さんといえばやっぱり「どついたるねん」かなと思いますね、えー、赤井秀和さんがねこう主人公にしたこう赤井秀和さんのそのボクシング人生をこう表現しているのかなと思えるようなえ感じのえ映画やったんですけどね「どついたるねん」っていうのがあってね、うん、なかなか面白かったですけどねうん。 ということで、えー、今日はですね、TSUTAYA、えーまあ、でね、えー、漫画や映画を借りてということで、まあ、1週間に1回はやっぱりその TSUTAYA でこう借りてですね、こういろいろこう楽しもうかなとは思ってますけどね。うんまあ、映画はねそのテレビでもやってるんで、それをこう録画しとくこともあるんです。それをなかなか見れてない状態。だから えー、予約して録画撮ったやつがむちゃくちゃ溜まってる状態ではあるんですけどもまあまああのうんつたやつでこう借りていこうかなでやっぱあの漫画っちゅうのはすごくこういいですよね、うん、漫画がね、うん、あれ一回一回買ってると大変やしうーんまあ電子書籍電子書籍いうかこう あのアプリでこう見れるんですけどあれで買うのもなんかねあれで漫画を買うお金払うっていうのがなかなか僕の中で抵抗があるんで無料で読める間はいいんですけどそのお金払ってねそのアプリの読む気にまだならへんその辺がまだまだ僕の中でこう進んでないんかもしれないですけどでえ買うとなかなかこうお金もかさむんで借りる。 借りるとあれが70円やったか80円やったかそれぐらいなんで、えー、まあで漫画ってまあ一回読んでまた読みたくなることもあるんですけどもまたその時はその時でねあれすればいいしほんでむっちゃおもろい例えば望郷太郎なんかおもろいんでね買ってしまってもいいかなという気持ちもありますけどね、うん、なかなか面白いんでねうん。 だそういう、まあ、いろんな漫画読んでいって面白いの探していって面白いなこれはいいなっていうのは、えー、買うということでもいいかなと思いますね最初はまあお試しでこう借りていくっていうのでいいかなという感じはこうしているで、えー、映画もですね例えばテレビでやったらテレビでやってる映画ああこれ面白そうかなんか分からんけど一応録画しとこう無料なんでね録画しとこうっていうのもあるんですけども その例えばアマゾンプライムとかでやると自分でこうそれを見つけに行かなあかんのですけどもツタヤとかで行くとこういろいろ見れてなんかこう別の30とか出てたりこういろいろ新,新作がこう出てたりとかいろいろあるんでそこでこうして。 でこうちょっとしたこと書いてありますよね。あの内容がね。それそれ読んで、ああ、これ借りてみようかなっていうのもあるし、で、そうやっていくといいかなと思ってます。うん本当はねこう、いろいろもっとたくさん見たいですけど、まあまあ、週1、1本ぐらいがほんま限界、それもギリギリ限界ぐらいですね。うん、まあまあ、ということで。うん そういうい感じです。ということで今日は、えー、伝えてね映画や漫画を借りてということについてお話しさせていただきましょうでは今日もよっしゃでいきましょうどうもありがとうございます